いや、ショールームをしようと思ってショールームを開こうと思ったら、あのメール開いてた。ST48 メールを開いてました。なんでやねんって。おはようございます、皆さん。おはようございます。あ、消した。いや、してないですね。してないよ。ふとしさん、ハートありがとうございます。体調はもうね、ほんと激悪。嘘よ。カク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 したいです。カクカクだー、カクカクだー、めっちゃカクカクだー。レレ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 、治った。動いたん。めっちゃカクカクだったんだけど今。カクカクカクだった。今日ね、配信が15分だけなんですけど、朝、今日も朝早いんですよ。帰って嬉しいだった。あら、どうしちゃったの急に。嬉しいわ、こちらこそ。そんなこと言ってくださるなんて、こんな私にそんな価値ないわ。ありがとう、頑張れる。今日も一日頑張れる。明日は何ですか。あ、今日は今日はね、予定では一応8時か9時ぐらいにその配信をしようかなって思ってるんだけれども、そうで、まあ、1時間くらいかな、できてもね。やっぱ思った。うん、まだわからないけどもね。そう思っただけだからわかんないけど、その後まあでも本当にやっぱまだわかんないんだけど、まあ、並べやるかもしれないし、あ、でもあのお昼に、あ、そしたら並べするかもしれない。2時とかに1回並べができる時間があると思います。あるよね。あったよね。あります。多分3時間か2時間ぐらいできた気がするけど、あれ。ちょっとまたスケジュール見て確
確認してお知らせするので。あ、まあそうだね。あ、ゴールデンタブッドタイムって何時だったっけ。口からか。うん、口から何時までかな。11時までだった気がするよね。あ、10時までか。あ、じゃあ10時からでもいいけどね。だったら10時からにするの方がいいか。10時から12時まで、そうするか。あ、じゃあにしようか。じゃあ10時からで。そうめんね、まあそうめんできるだけ早い時間にやっぱ食べたいっちゃ食べたいけど、全然大丈夫。全然時間あったら大丈夫。体調とそのプープーいかがでしょうか。確認取った際ですね、あ、大丈夫ということになったので、まあ10時からということで多分大丈夫だとございます。そう、今日そうめんです。今日流しそうめんです。よしさん、ありがとうございます。もうね、でもね、本当に動けないの。もう筋肉痛が、いや、ここまで響くかっていうぐらいにバキバキなの、本当に。あのね、もう1個の動作が全部痛い。もう、あー痛い、会いたいんだ今すぐ、その角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に。大概この辺で分かんなくなる。僕の元へ。もう無理。今日多分ね、レッスンね、まともにレッスン切れない気がする。こうやって眺めてる。バックナンバーさんの曲で、私はあのあれがあれしかみたいな、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー片思いのオンライン、君とのストーリー、それは予想通り、慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生かな、続きはしないこと、肩も、もう体がだるおもです。たこいを抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいね、そう願っても虚しいのさ、グッバイ君の運命の人はみよちゃん。もうね、これもうなんか
マッサージ、あ、マッサージ、な、マッサージしたらいいもういいのかな。そう、もう分かんないぐらいもうバキバキなんだよね。島風さん、ハッチありがとうございます。で終わった瞬間にもうね、現実に戻るんですよ。なんかちょっと、ね、何言ってんだろうみたいな感じでスンってなる。にしては弱いよね、風力がね。あっ、頑張って伸びかせたい。でもね、ここら辺が膨らむだけなんだけど。ああ、おまたカクカクしてきちゃったじゃないの。ビリューにしよう、TM レボリューション。あ、それな、 TM レボリューションごっこしたいわ。絡み合う熱のまた、あれこれちょっと違うじゃない、これ水木奈々さん。そう、シードですね、シードね、好きなんよ、めっちゃ好きだった。カラオケでも歌うよ、よく。なんか意地でもこの、あの男性の歌を元気で歌いたいっていうのがねあるんだけど、結局歌えなくて変えちゃうんだけどね。気上げちゃう。 OK、 気上げ。シックタルマありがとうございます。なんかあれだね、そういえば私365日というか配信のさ連続記録も何回も途切れてるんだなとか思って、今一瞬懐かしいな、あの頃と思って、インフル懐かしいなと思って、普通に負けるな。暑さに負けるような私ではない。
続くように流れてにゃんにゃんにゃん、いつまでも流れゆくまま。ではじゃあね、15分経ったので配信終わりますね。これからもいろんな思い出作ろうね。あんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、ルールール、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議な冒険で叶えてくれる、空を自由に飛びたいな。あ、タケコブだ。このピーさんのハートありがとうございます。あんあんあんとても大好き、うん、ドラえもん。はい、はい、では、今日もね、一日皆さん頑張りましょう。13位、ロコポコさん、12シンくん、11オートヤン、12くん、キョン、キューペパミー、8ジェントルくん、7位マックスココシモさん、6位スマカゼさん、5位ナオナオさん、4位がアロッパン、3位がフッサン、そして第2位がヨシさん、そして今日の第1位がモアさんです。ありがとうございます。髪伸びたって昨日言われた萌香ちゃんに、なんか先生に言われた、髪伸びたねえ、え、今それ、いや、ずっとレッスン中思ってたって言われた。はい、ではまた今日の夜お会いしましょう。またねー、おやすみー。